皆様こんにちは、四軸的心です。私は今、三好市三好町尾関山公園に来ています。花芽の準備は万端なんですが、まだまだちょっとつぼみの辺がちょっと桜色かなってぐらいで、まだまだ咲く感じじゃありません。広いね。右もいいんかもしれんのですけど、こっちですね、こっち。お弁当始めました。この先にあんのかな。なんか農家しかないような気がするけど。ああ、そこか。今日はやってなさそうですけど、もう一踏ん張りです。お、この辺ももう一踏ん張りな感じですね。三光線です。まだ線路が残ってるとこは、なんか、まあ列車は走らせることはできるのでしょうけど、なんかあのトロッコ的なもので、ああでも鉄橋とか落ちたら危ないけ、なんか考えてほしいですね。で、あのつぼみがすごい桜色で、もうちょい言うとこなんですよ。もうちょいですね。お、三輪桜。これは三好市三輪町、旧二見郡三輪町ですね。ここの酒蔵ですね。もうちょいでね、終点とは言わん、頂上ですね。これを歩いてきたんですからね、これを。こりゃいけんよ。食事、戦争関係かな。竹屋饅頭、広島ではよくコマーシャルが流れてますね。竹屋饅頭。ああ、誰かおる。そういう問題じゃないよ、ちょっと。あ、すごい。なんか舞台が。
調いいです。なんやかんや1時間ぐらい経ちました、ミシン着いてから。こうもうちょいな感じなんですよ。もう2週間ぐらいしてから来たらよかったかもしれませんね。はい、ということでですね、この動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。